パイパンです。タイ、北部のパイ、おっぱいのパイ、パイと言いますね。ニュモンビリジという村を作ってる、その住民がたまたまここに集まったのでやれることになりました。行くんですか？なんかスタッフの皆様ご苦労様でした。なんかご飯も食べてお腹いっぱい、胸いっぱい。次に富山の日本で結構古い、一番古いと言われてる民謡、コキリコ節、やっていきたいと思いますが、ゲストに三味線の今井聡太さんと何だっけ、曽牛さん、太鼓でお願いします。まだ初めて会わすんですけど、彼はたけちゃんといった隣のテントで寝てて、今日の番組急遽入ってくることになりました。